<laughs> いいぞ、いいぞ、ウッドワークが軽い。よろしく頼むぞ。三、二、一。さあ、来ました。ああ、オープニングからだ。いや、てか、今回はあの時行の戦い。 あそこのさ、何をしたのかなのよ。前回大事なところね、描かれてないから、まずそこの正解というか、種明かしをね、してほしいんだよね。だから俺はしたとかそういうことなのかなって今思ってるけど、なしつつ敵の手を切ったっていうか、で、あの敵の手ね、あの毛が出血量で、決定弾なってんのかなまあ最悪決定弾なってないにしてももう、 あっちの手は使えなくなってて欲しいけどね。右手だったか左手だったか。これからまた何回も同じような技を繰り出して徐々に徐々にあれかな。切り刻むというかそういう感じになるのかね。いやけどなんか楽に死んで欲しいキャラじゃないからさ。もうそれくらいやっちゃってって思うけど。まあアニメだからね。<laughs> ちょっと残酷なこと言ってるかもしれないけど。もうそれくらいのことしてもいいと思うほどのあれだったよ。下道だったよ。 で、吹雪たちの方もね、まあ、特に吹雪戦か、あそこも気になるところだけど。で、ここの戦い勝利で収めて、やっぱこの吹雪くんは特意が、まあ、正体正直に話して、まあ、諏訪に連れてって、まあ、長者党の仲間としてね、頼もしい軍事的なポジション。で、攻撃もできちゃうみたいな、そういうのになってほしいね。さあ。あ、吹雪 あ、教えるところ。うん。あ、弾く、まあ、そういえばそんな話してたもんね。うん。弾く。うん。弾きながら。うん。いい。 やっぱ徐々に徐々に削っていくってことえけど、その戦い方結構きつく。照進なのそれ。はあ。うん。いやー、けど、これもね、切る場所が良ければ。 大事なね静脈動脈入ったんじゃね打ちこてうんいやこのまま出血作用で死んでくれえ大したいやどんだけ精神的にタフなんだよお前 いや、もっと削るっきゃねえ。へぇ。あはは、こーわ <laughs>。大丈夫かそんで。どうしちゃったのええ,え,え、そんな顔してたの <laughs> 俺にもやれるみたいなことこれ。 時々がなんかもう見てたらキュンとする顔してるよ。ああ、二人で、わおわおわおわ。いーいーいーいいいそんな、マジか強っ。また遠心力が乗りやすいんだろうね、長いから。 <Wow. S 2> あーそこらの実力は認めてるんだええー、こいつらほんとやばいね おあ、あ、こじろん。うーん、ねうわうわー <laughs> <laughs> あ、言っちゃいけないこと言ったよね、これ。もう。 はあ、なんだ毒とかかいやー、これなんかあるだろう。いやいやいや。えあ、毒とかじゃないのかなおー、いたいたいた。え、えー、え まーし。ああ、こっちも。いけいけ止めてる間に。ああ、そうだね。うん、えもう本当に1年半でもう終わるってことなのうおー、切ったああ、けどまだ決まってる感じではないかな。 いや、いけるいける。お武器は落としても。いわーもう命取れるからこそのあれだね。最後に。<laughs> かっこいいじゃん。で、こっち。あもうどうにもならないんだ。もう逃げるんだね、とにかく。ひたすら。切るとかじゃなく。 もう時間なんかいくらでもな。それであの顔だったけだ。<laughs> いいぞ、いいぞ。フットワークが軽い。いや、軽快すぎるって、その足さばき。け、そんなことさせてくれないんだろう、これ。 また体を動かせば動かすほどね、血出るだろうね。あー、もうあれだ。ほんと人たち入れりゃ勝ちだね、こうやって。出血させて。血すら当たんねえの。<laughs> かっこいい。ねえ。 え <laughs> ちょっと、ほんと可愛いんだけど、こんな時なのに。<laughs> えどうなってんのあ切られた。うん。達人。いずれ出てくんのか もっとすげえのあー、うん、あえて下にいたんだ。 すげえやばいなこれも。うん。なんだろう、うん、ああ、そういうこと。 なんか野球のフォームみたいな感じすげえ見分けたああそれは痛い <laughs> こういうの見るとヒットするわ。ああ。吹雪の手にかかれば。かっちょいい ああ、いいの入った <laughs> 回るねえ。うん<ー>。うん、体術も抜群。隠し上手なんだね。うん。うん。 はあ。あ。うん。この後それも知れるだろう。ああ、もうこんなむやみに突っ込んできたら終わりだろう。ほら。<laughs> おしゃれ。<laughs> すげえ<ー>。<laughs> 容赦なしだし。 あ、もうフラフラ <laughs> いやいや、すごいなんか、対比が半端ないね。あもう目で燃えなくなってきちゃったんじゃないいや、乗ってるね。うわあ、獣王無人。あー ザバードこれあいつかそうかうん。 彼の生い立ちか。ああ、囚われてる。 またこの時代の人間だからなおさらあれだろうね。それ以外考えられなかったりとかする人もいたんだろうな。その結果。自分で。またそれができるね。時代っていうか。 それがどんなに辛いか分かってんのにそれをねまたさせちゃうのがえぐいわ、うん、誰だ今の。 ああ、くすのき。んこれはあ、若君 <laughs> まさかの。ええええ,えどうなるの <laughs> おうん。 うん。いや、拝んじゃった。あ、はあ。救いみたいになってるの。ええー、ああ。なんだこれ。うん。 まさに。うん。ま、けど仏に見えたんだろうね。あ、めし飯食ってる。<laughs> カロリーね、取らないとあれだったんだね。てかすぐ、うん。うん。それね。倒しちゃったよね。 それがけど、できるのはね、時々だからだよね。臆病犬はやめてほしい。うん。えああーそっちそっちなのもう、くんなし、やばいやばい。いやばい、確かにそうなんだけど。 うーん。あ,あえぐい <laughs>、えぐいこと言う <laughs>。あ、これどうすんのケロこの状況さ。あ吹雪うん。うん。もうここ撤退するしかないんじゃない負け あらー。おうん。あ、んあれもあ、うん。ああ、現場ー。連れてきてくれた。おー、自ら。あ、もう治ったのかななんか、落ち着いてるし、どう 引くうん、戦わないんだ。早くないあー、そういうことなんだ。あ、あれ倒したところああ。あれ見られたのなんかまずいんじゃないか、これ。 いや、あとなんか、クスノキってやつもね、なんかどっかで名前聞いたことあると思うんだけど、手術に出てきてんのかなそれも気になるな。あいつをなんか、ほんね、そそのかしたっていうか。は <laughs> ちょ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 。いや、仮面、ちゃんとそこ出るようになってるな。だ <laughs> おやけどよかった。んあ、怒ってる。 ああ心配だったんだね。うーん。うん。いやけどなんか嬉しくないこういう人がいてくれるのまだ。あ,あー死んでねえ生きてんの マジかよ。うわあ。うん、ここで。あ,あ。 いやーこの後こいつやばいぜ。なんか生まれ帰ってさ、またさらに強敵になってきそうだわ。あ,あいやーけどこの言葉ちょっと嬉しいんじゃないほら、こなんか嬉しそうじゃん。 なんか救われた感じなのかなこいつにとって。ぽいぽい。やばいああ。ああいや。敵に死を送っちゃった感じじゃないうん。 いや、教えてくれるのありがたいなぁ。うん。あ、吹雪紹介なぁ。それはあ、<laughs> お前か。ああ。うん。だけど本人にそこら辺、あれだよ。 うん。許可もらってないんじゃん。うん。いや、入ってくれよ。あ <laughs> 出た。コ <laughs> <めん> <laughs> 狙いますよ。いやいや、もっともっとすげえって。うん。<laughs> 何これ。<laughs> 面白。<laughs> うん。名乗った。 さすがにびっくり <laughs>。やばい、いい演出 <laughs>。どうや、みたいな感じ <laughs>。こいつすげえだろう <laughs>、みたいな <laughs>。おー。まさかこんなね、でっかい秘密が <laughs>。後ろに何気にいる <laughs>。うん。ああ。 なんか、あったかい感じなのかな彼にとって。あー、ほらあ、あったかいどころか暑い、失礼。おうん。うん、我が君。膝下ろすんだね。わー、いいじゃん。うーん。 いや、現場といい、いいあれができたねあ。ごめん。そこな。そこ可愛くていいけどな。あ <laughs> もうある <laughs>。いや、このまた閉まらないっていうかね、もうピシッとした感じじゃなくなるのがこの作品のあれだね。またいいところでもあるんだろうね。いや、けどさ、ちょっとあいつ、こいつ今のかなうん、召喚。 あいつが生き残っちゃったのがね。いや、なんか、心は入れ替えたのかな、みたいな感じはするけど、あの、貞宗の一言のおかげで。けど、これから正々堂々との戦いなのかもしれないけど、ちょっとめんどくさそうだよ。で、あの、そそのかしたね、楠木っていうのも、なんかどっかで聞いたことある気すんだよな。 歴史の授業なのか <laughs>。なんかそんな人いなかったっけそれもまたね。まあ、そいつもクセモ者だろうね。ああいう口達者みたいな感じだし。いやー、まあとりあえずここの戦い勝てたからよしとするべきなんだろうけどね。ちょっと先々心配しちゃうところあるなあとあのナンバー2の男も本当侮れなかったね。でなんか、 けど、それでも、あの、ふぶきさんの分析が凄す,すぎて、完全に上ま、上回ってたけどね、能力的に、隠すのが上手というか、彼も。<laughs> あんなだけどな <laughs>。<laughs> はい、というわけでね、今回のエピソードに対する皆さんの感想だったり、僕のリアクションに対するコメントをお待ちしております。また動画の高評価、チャンネル登録、まだな方ね、ぜひチャンネル登録していただいて、引き続き楽しんでいってください。以上、動画もとつがお送りしました。